これ見たことありますね。かなり難しい。ちょっとは。僕自身のピンクの特撮を作ると決めました。クラウドファンディングをさせていただけることになりました。どうも、井上正弘です。皆さん、ピンクの特撮作るのに重要なこと、何か忘れてませんか？衣装、ドラマを作る上でその世界観を作るのはもう衣装と言っても過言ではないぐらい、こう何を着てるか、どんな服装をしてるのかっていうのはすごく大事だと思うんですよ。ご紹介します。今回ピンクの特撮のスタイリストやっていただけることになりました、黒田さんです。こんにちは。まあ、もともと出会いはガロシリーズで、もうジンガに関してはもう黒田さんがフルでもうやっていただいて、まあ安倍総メダルでも、はい、僕が無茶ぶりがひどい時もあるんですけれども、本当におおらかに無茶ぶり大先生、もう本当にありがとうございますっていう。普通のスタイリストさんと違ってちょっとアーティスティックなところがあるんですよ。普通だとこのイメージでって言ったら、そのイメージに近いものを持ってくる、悩まれたりとかするんですよ。このイメージでって言ったらみたいな、反対意見をやっぱ言ってくださったりもするので、まあ、このピンクの特撮を一段階上に行くためにはもう黒田さんの力が必要かなということで、かっこよくしたいっていうのがあるんですよ、うん、もちろん変身前と変身後があって、はい、で変身前もやっぱりキャラクターに引き込まれるようなかっこいい、それぞれがキャラクターが立ったものを作りたいなっていうのもあるんで、コスプレみたいになりがちなところをうまくこうモードにというか馴染ませて、そうなんですよ。だからこれを打破したい。あ、まあいろんな制約があるじゃないですか。まあ予算的なこともあったり、時間的なところ。そうですよね。だからそういうのを全部禁止でとかもう無理ですよ、ね。だってそりゃ立地感出るけど。あの私立ってだから本当にすごいなと思うのは、これどんだけかかってんだこの衣装みたいな人たちがボンボン出てくるんで。そうなんですよね。本当に立地感の塊みたいな感じじゃないですか。そうですね。キャラクターだって、それどういう衣装にするかっていうのを一から、そうですよ、ね、一からだった、組み上げていかなきゃいけないわけですよね。でデザイン画に起こして、じゃあまあプロデューサーとかで、じゃあこう監督とか見て、じゃあこれにいきましょうって言って、実際作っていって、生地なり何なり細かいパーツとか縫製さんともいろいろ喧嘩しながらっていうのがあって、本当にかっこよくなるかっていう、どういうものからイメージ出してるんですか。じゃあ最初白紙なわけじゃないですか。まあ台本を読んでイメージを作って、あと着る人の個性となり、人なりとかにで似合うもの、うん、でかっこいいとなるものっていうので、それを総合的に考えるんですけど、既製服だったらまあいろいろ特化引っかいってできるんですけど、はいはいはい、やっぱり一発勝負でそれをこう組み上げていく。そうですよね。そうなんですよ。だってこれ作りました、ダメでしたって言われたら、そうなんです、この分何だったんだってなりますよね。着せようっていうふうにできないんで、うん、粘土でこう作り上げていくような感じ。あれで、わあ、これですね。これはですね、これ見たことありますね。基本的に、はい、ガロの世界って黒い人とあと白い人多いんですね。新しいものを作るっていうことで、その違う色を使いたかったっていうと、黒でもない白でもないってことがグレー。当時井上君ってシルバーっていうイメージがちょっとあったんですよね。モード感とそのなんですか、民族っぽさっていうんですかね、エスニック感っていうのがちょっとこう、はい、野生味あふれる感じをちょっと出したかったんですよね。これが似合うんですよ、とにかく。この辺ですね。でもちょっと民族感がある、系統感がある。そうなんですよ。魔界騎士のスーツみたいなものがこうやってオリジナルでできて、うん、僕もこれすごい嬉しかったです。やーば、来た。やっぱりこれ似合う、やっぱりこれですか。かっこいいっすね。インナー違うけど。そして足サンダルだけど今日え、大丈夫ですか。俺こんなラフな見かけ人がダメだからいやでも見かけ人がでは今日はありません、はい、あのホラーが見たらまあこう落ちる感じですね。人間に戻す。魔界騎士でした。はい、ちなみに横はアブソメタルですね。すごい動きやすいんですよこれ。なんかカチカチな感じに映像では見えると思うんですけど、今日は黒田さんにちょっとお願いがあってきました。こちらです。はい、この、はい、スーツの衣装部分この辺は造形物なんですけど、この辺はちょっと衣装でこういけたらなと。なるほど。でこの辺は造形物で、この辺は衣装でいけたらなみたいな、こういう感じ見た瞬間に
これ黒田さんでしょってこの竹、この竹、この品、この品、なんとか頑張りますありがとうございます、はい、期待に添えるように、はい、この背中の部分のこの羽みたいな、いやこれは造形物ですね、造形物、いやこれも衣装っす、えいやこれちょっと素材とかご相談したいなと思ってました。これはちょっと造形ですか、いやこれは衣装かなこの辺は造形物なんですけど、この辺がなんかちょっとこう違う造形物じゃない、いい素材があればっていう感じです、まあ、かなり難しいことかもわからない、そうですね、ちょっとはいや、ふさふさじゃないですか、ちっちりなんでふさふさじゃないですか、いや、この動画の未公開映像はメンバーシップ銀会にて公開、金会員では月1で限定生放送もやってるので、よかったらぜひ入ってみてください。また別動画もよかったら見てね。チャンネル登録を忘れなく。次の動画でまた会いましょう。